中日ドラゴンズがドラフト会議で2位3位で即戦力のショートを2名獲得しました。昨年と合わせて合計6名の即戦力の二遊間の選手を獲得したことになります。この結果、編成上危機的な状況になった選手が4名おりまして、こちら見ていきたいと思います。即戦力ショート2人の獲得で立場が厳しくなった選手、1人目が石垣選手です。2022年は1軍で50試合に出場して、打率としては1割台ではあったんですけれども、ホームラン3本を放ちまして、守れて長打も打てる二遊間として期待されました。立浪監督も下位打線で長打を打てる選手は大きいと評価していましたし、守備面でもゲッツーのスローイングの素早さとか、あとは守備範囲の広さとか、このあたり評価されていました。ただ新人二遊間の選手の獲得によって出場機会が大きく減少してしまいました。今年は2軍キャンプスタートとなりましたし、2軍で成績を残して昇格しても1軍での起用機会っていうのはかなり限定的な出場試合数になりました。そして限られた打席数、与えられたその限られた中でも結果をなかなか残すことができず、打率としては0割台というのが今年のアベレージになってしまいました。来シーズンはもう高卒8年目を迎える25歳の選手ということでですね、1軍での使われ方を見ても現役ドラフトの噂っていうのがシーズン中から絶えないというような選手になっています。さらにドラフトで石垣選手よりも若い津田選手と辻本選手を獲得したということですね、ここもかなり大きいですね。今シーズンから石垣選手ショートに挑戦しているんですけれども、ショートの選手を2人獲得したということで、立場的には相当苦しくなってきますね。そしてドラフトの順位見ても2位と3位ということですから、かなり期待された上での獲得ということになりますので、高卒8年目で、なかなかこれまで結果が残らなかった選手というところで比較すると、出場機会っていうのは間違いなくこの津田選手と辻本選手の方に優先的に与えられると思います。他球団ではこの長打が打てて、ある程度二遊間守れる選手ということで需要もあると思いますから、現役ドラフトの筆頭候補になってくるんじゃないかと思います。では続いて、1軍出場がかなり多いあの選手も立場が厳しくなってくるということで見ていきましょう。2人目名前が挙がってくるのが溝脇選手ですね。バックアップの選手として昨年はスタメンでの出場も30試合ぐらいありまして、87試合合計出場して、そして今シーズンも59試合に出場しています。立浪監督からの信頼っていうのが結構厚い選手で、今シーズンも守備固めであったり代打、こういったところで多く起用されました。開幕からかなり長い期間1軍に帯同したんですけれども、打撃面で成績を上げることができず2軍に降格、そこから再昇格なしでシーズンを終了するという流れになりました。2軍でも打率としては1割台というような数値になってしまっていて、バッティング自体が相当苦しい状態になってしまっているというのが現状ですね。来年は田中幹也選手が故障から復帰するということもありまして、来季は出場機会が激減するんじゃないかということが予想されていました。加えて津田選手と辻本選手が加入するということになりまして、溝脇選手の出番というのはかなり少なくなってくると思います。来シーズンこの溝脇選手は12年目を迎えるということもありまして、正直立場的には戦力外通告をここで受けてもおかしくないというような状況にはなってしまっています。今年は本当に数多くのチャンスがあって、重要な場面での代打起用なんかもありましたから、ラストチャンスというような感じだったと思うんですけれども、なかなかここで結果を出すことができなかったということで苦しい立場になってきました。今年は二遊間の選手が若い選手メインで、どの選手もこれといった活躍っていうのがなかなかできない状態が、特にバッティングが続きましたから、溝脇選手が本当にアピールのチャンスだったんですけれども、なかなかチャンスをつかみ取ることができなかったと。では続いて、元レギュラーのあの選手も状況がかなり苦しくなってくるということで、こちら見ていきたいと思います。立場が厳しくなってくる選手、3人目が高橋周平選手ですね。2018年から2021年まではレギュラー格の選手として出場を続けました。ただ近年は成績が下降してしまって、出場機会も減少している状況ですね。今シーズンは石川選手の膝の状態とか、守備の状態とかもありまして、サードの守備固めでの出場っていうのが多かったですし、あとは左バッターの代打として、そして主力の選手が負傷した際にはスタメン起用されるということが多かったですね。サードであったり、あとはセカンドでのスタメン出場なんかもありました。ただ今シーズン打率としては2割1分5厘、そしてホームランも期待される選手ではあるんですけれども、ホームランが1本も出なかったということですね。プロ入り後最低とも言えるような成績になってしまいました。
ドラフト1位で強豪指名されて入団した選手ということで、ずっと期待され続けて立浪監督としてもかなり期待している選手ではあるんですけれども、来年はもう30歳を迎えるシーズンということになりまして、もうそろそろ厳しくなってくるというような年齢にもなってきます。代打であったりサードの守備固めということであれば、正直内野の選手がこれだけいるということですね、必ずしも高橋周平選手である必要はないという感じにはなっていますね。入管がメインの選手であってもユーティリティプレイヤーとして三塁も守れるというようなケースっていうのも全く珍しくなくなってきますし、なおかつ高橋周平選手は足があまり速くない選手ということで、ダイソーで起用できないということになってくると、入管の選手、内野の選手が多くなってくると、なかなか一軍のベンチにも入れないというような状況になる可能性があります。やっぱり高橋選手の売りである打撃でしっかりと結果を残して、石川選手をサードからファーストに回すくらいの力っていうのが出てくれば状況も変わってくると思います。現在はトレードの候補として真っ先に名前が上がってくるのがこの高橋選手ということになっておりまして、トレードの可能性もあるわけなんですけれども、なんとかドラフト1位で入団して期待された選手ということで、またレギュラー勝ち取ってほしいなと思います。では続いて、まだ10代だけれどもあの選手も危機的な状況になってくるということで見ていきましょう。立場が厳しくなってくる選手、4人目が星野選手ですね。2021年のドラフトで指名されて、まだ19歳とかなり若い二遊間の選手です。今シーズンはファームで主にセカンドであったりサードを守っていました。守備を期待されて獲得された選手ではあるんですけれども、昨年は2軍では打率が1割台、今年もちょっと良くはなったんですけれども、打率としては2割5厘ということで、バッティングでは2軍でも相当苦戦している状況です。そして売りの守備で見ましても、守備率が9割台前半ということですね、ミスが結構多いなというような印象で、守備が今のところはアピールポイントになっているという状況でもないんですね。そして来年20歳ということですね、若い選手ではあるんですけれども、若いといっても津田選手であったりリューク選手が現在20歳、辻本選手が22歳、村松選手、田中選手が23歳ということですね、近い年齢の二遊間の選手っていうのがものすごく多いんですね。なので星野選手は若さがアドバンテージになるほどのチーム状態ではないということは間違いないと思います。そして現状は2軍でのプレーとかを見ていると、1軍に割って入ってくるんじゃないかというような期待感っていうのが、なかなか出てこないという感じではありますね。来シーズン結果が残らなければ戦力外通告の可能性っていうのは十分あると思いますし、よくて育成降格とか、そういった状態になっていると思います。入管の選手が多すぎるあまり、2軍での出場機会っていうのもどんどん減っていく可能性がありますから、状況的にはかなり苦しくなってきます。とにかく来シーズン2軍であればもう活躍できるぞというような姿を見せて、そろそろ1軍デビューできるかなと、こういった期待感を見せていくっていうことが星野選手にとってはものすごく重要になってくると思います。昨年あれだけ二遊間の選手を獲得して、それでも2位3位でショートの選手を獲得しているというところを見ると、立浪監督の期待っていうのは間違いなく現状は津田選手と辻本選手に移っているという状態でありますから、星野選手は2軍でやっぱり圧倒的な成績を残して1軍の首脳陣に注目してもらうということがものすごく重要になってくるでしょう。以上です。